いや、アニメ出演してねえペコだよ。ペコーラじゃねえペコだから、あれ。いや、違う違う違う。なんか、アニメおめでとう、出演おめでとうってね、なんか言われてるペコだけど、違います。いや、アッシュでしょ、あんなの。ペコーラ、ペコーラの、なんか、アッシュバージョンペコじゃん。いや、知らない知らないペコラ、マジでびっくりしたもん。え、なんかさ、ペコラート見てたら、すごいなんかペコーラの、その、あ、それが流れてきてて、え?みたいな、何?って思ったら、よくよく遡ってみるとね、あれだった。異世界のなんかアニメのやつの、なんか出てたらしい。顔もさ、この顔。こんな顔してたよね。この完璧で笑ったよ。なんかこうやって耳さ、折れてさ、こんな感じだったよね。こんな感じで。しかもちゃんと人参の刺すところ合ってたし。いや、人参の刺すところとか、ポッケにさ、ペコーラさ、あの、人参入れてるペコなんだけど、そこもね、なんかもうパーフェクトだったの。そう、でもなんか全くさ、コラボとかじゃないペコだからね。いや、ペコーラもびっくりしたんだから。そう、ドンちゃんもいたの、そう、ドンちゃんも。いや、そう、だからペコーラもびっくりして、なんかわかんないけど、ペコーラじゃない足がアニメに出てるみたいな、もうそれ状態置いてけぼりよ、ペコーラにしては。だからペコーラは今日はアニソン歌って、いつかペコーラ、うさだペコーラがね、なんかどっかのアニメにプンってさ、入らないかなっていうのを期待して、歌おうとするから。アニメ関係の方々、あと、ま、あの、漫画とか、あの、そういう、あの、関係者の方々いらっしゃいましたら、ぜひ、うさらペコラまで、あの、はい、あの、ペコだけでも全然ペコラ頑張って、あの、話しますペコですので、ぜひね、お声掛けよろしくお願いします。モブでも、あの、そこら辺の道端に落ちてるうさぎのね、あの、役、あの、全然、何でもやります。もう死にかけのウサギもやるので、あれがさペコラだったら、ああはいみたいな、ああ出てましたよみたいな言えるペコだけど、あれだってペコラじゃねえんだもんな。ペコラじゃ姉妹じゃねえんな、あれは貧乏時代のペコラかもしれないね。ほらペコランド追放された時のさ、あれかもしれない。